常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。あと内容気に入ったら Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。世田谷自然左翼というね言葉がありますけど、私がまあ考えたんですけど、これね、なんで出てきたかっていうことでね、今日ちょっとその世田谷自然左翼のね、まあ典型的な人々のちょっと話をしたいんですけど、まずその世田谷自然左翼というね命名、ね。なぜこういう命名されたかという。これまあ、全世界にこれなんですよね。シャンパン社会主義なのさ。ね。まあ、ビバリーヒルズ青春左翼。あ、これも俺が考えた。まあ、いろいろあるんですけど、最初にね、これ出てきたのね、カンナムサハっていうね、言葉があるんですよ。カンナムサハっていうのは、韓国のカンナムっていうね、まあ、高級住宅街ですよね。カンナムって宝生さんも今、カンナムに暮らしてると思うんですけれども、カンナムサハってですね、まあ、カンナムっていわゆるもう、韓国の資本主義の象徴みたいなね、そういう、まあ、高級住宅街なんですけど、そういうところに住みながらですね、ムンジェインを応援してるような人、ね、これカンナムサハというふうに言うらしいんですね。はい、資本主義の恩恵を思いっきり受けてるくせに、社会主義素晴らしいみたいなこと言ってる連中。まあ日本もね、サイボーズのね、まあ社長さんとか、なんかそれに近いようなことね、おっしゃってる方いらっしゃいますけれども、そのカンナムサハっていうのを日本で例えたらどうなるだろうと。カンナム、世田谷かなと。ね、世田谷かなと。ね、で、世田谷で、しかも、まあ、世田谷なんかでね、こう、大豪邸暮らしてんだけれども、まあ、そこにね、共産党のポスターとかね、令和新選組のポスター貼ってるような人ですよ。で、なおかつ、ちょっとこう、環境問題にね、環境問題に結構ご関心ある方、もうそれだけ大豪邸でエネルギーを死ぬほど消費してるにもかかわらず、環境問題にご関心がある方という意味でね、世田谷自然左翼というね、まあ、某食品会社とは全然違いますけど、世田谷自然左翼という言葉が生まれたんですが、まあ、そういうね、高級フレンチ食いながら、人間どうしてこんなに不平等なんだろうみたいなね、考える。まあ、自分がもうめっちゃ矛盾した行動をしてるのにね、気づかない人ってまあ世の中にいっぱいいるわけですよ。はい。まあ、今日のね、三文字の出演者なんかまさにそれですけれども。でね、ナザレンコ・アンドリーさんがですね、こういう投稿されてるんですね。ウクライナ共産党、2014年以降、ナチズム及び共産主義等の、独裁的イデオロギー、賛美禁止法によって解散させられた違法組織の、党首がですね、保安庁に家宅捜索された時の画像と、その一部と。格差が、労働者の権利が、平等が、と叫んでいる共産主義者は、なぜかいつも大手資本家より贅沢な暮らしをしているということですね。そのお家がですね、こちらでございます。すごいですね。ザ・世田谷自然左翼って感じで。すごいですね。もうカーサブルータスの表紙飾ってんのかと思いましたよ。はい。これ、ウクライナ共産党、まあ、非合法組織ですけどね。ウクライナ共産党の党首の、豪邸だそうです。はい。これ、家宅捜索の模様ですね。すごいですね。この天井高見てください。吹き抜けですよ。ほら、こんなシャンデリアもあって。いやー、素晴らしいですね。このお宅ね。はい。こういうところに住みながらね、人間どうしてこんなに不平等なんだろうみたいなことをね、考えたんですかね。はい。これ上から見たこのシャンデリアですね。すごいですね。もうこれだけでなんかもうあれですね。もう3度の飯がね、もうおかずなしで食えるぐらいのシャンデリアですね。すごいですね。はい。そしてこれが、これトイレですよ、トイレ。すごくね。すごくね。もう俺ここで生活できるわ。もう俺24時間ここでもう生活できるぐらいの、すごいトイレですね。まあ私もね、かつてね、留学時代ね。はい、留学時代ね、ニュージャージーなんでね。まあ、ここも結構世田谷自然左翼みたいな人が多いエリアですけれども、友達ん家とか遊び行くとさ、すげえやっぱ豪邸だったりしてさ。で、僕は韓国人の留学生とね、仲良かったんですけど、留学生交流会みたいなので知り合った、コロンビアから来てるね、女の子と、その友達なんかとちょっとなんか遊び行こうっていうことで、そのうち行ったんですよ、向かいね、車でね。そいつの乗ってた、ほんとクソボレ昔のヒュンダイで一緒に行ったんですけど、その時にちょっとトイレ貸してって、その人の家行ったんですけど、まさにこんな感じでしたよ。こういうトイレで、ええ。で、仲良かったその韓国人の留学生とね、あ、留学生っていうか、あいつは留学じゃないんだ。そのまま大学行くつもりで来てたんで、移民みたいな感じで来てたやつとですね、いや、これここで飯食えんな、俺たち、みたいな感じで、まあ当時盛り上がったのをですね、思い出しましたね。飯食えるぐらいのトイレということで。すごいね。やっぱり世の東西を問わずね、この世田谷自然左翼っていうのはね、ものすごいパワーを持ってんなと。こういう大豪邸に住みながらですね、人間なんでこんなに不平等なんだろうって、お前がなんでこんな大豪邸に住めてるか理由考えろよって思うんですけど、あんまりそういうことをこうなんか自分のこととして考えられないっていうか、まあファッションとしての左翼っていう言葉がね、昔弁論部時代ね、平成初期の弁論部時代ね、ファッションとしての左翼、あいつはファッションとしての左翼だからな、みたいなのがあったんですけど、まあファッションですよね。
思想をファッションのようにこう着せ替えて、ね。なんかまあ、おそらく、搾取したりとかやましいところがあるんでしょう。で、そういう自分をこう、なんていうんですかね、まあ、自己正当化するために、こんな慈善事業やってますって、流れの中でこの、左翼思想っていうのが出てくるんだかどうかよくわかんないんですけれども、まあ、こういうね、高級フレンチ食いながらさ、人間なんでこんな不平等なんだろうって、ほんとちょっと勘弁してほしいなと思うんですけど、日本でもね、まあ、こういうことをやられてる方が、いらっしゃいます。これね、証言があるんですけどね、日本共産党の不破哲三さんという方ですね。はい、この方ね、まあ、週刊文春にね、これ実は、載ってるんですけれども、筆坂秀夫さんね、筆坂秀夫さんという、まあ、かつて共産党ナンバー4だった方がですね、寄稿されてます。特集、日本左翼100年の総括ということで、この中でね、不破哲三の自宅を何度も訪れたというね、くだりがあるんですよ。でね、ここちょっとね、読ませていただくとね、もうこれ、驚きですよ。はい、こう書いてありますよ。はい。御年92で、今も、まあ、当時92ね、常任幹事会に幹部会に名を連ねる、不破哲三さんの自宅は、都心から車で高速を飛ばして約1時間、丹沢の、山麓にあります。不破さんが最高指導者だった2000年前後、私は判断を仰ぐため何度も訪れました。ということでね、建物探訪みたいな感じで、筆坂秀夫さんの建物探訪みたいな感じで、ね、まあ、言ったんですけれども、相模湖インターから山道を上がったところに大きな敷地があり、入り口を入るとすぐ左手に小さな一軒家が建っています。これは確か自宅ではなく、コックさんや運転手が寝起きをする場所でした。使用人がいるんですか、不破さん。すごいですね。そういう使用人がいるような世の中を打破するために共産主義の運動、革命やってるわけなんじゃないですか。いいんですかね、この場合ってね。すごいですね。使用人がいる、まず、小屋があると。ね、入り口入って左手ね。はい。で、党本部の食堂部からコックが派遣されているのですと。私も何度かご馳走になりました。一流ホテルに勤務していた人たちですから、美味しいものがいっぱい出てきます。後で食堂部の人が、不破さんのところに人が、人手が取られちゃって、とぼやくのを聞きましたと、いうことですね。で、夫妻、かっこ、夫人は2020年に、亡くなってるそうですけれども、夫妻が暮らしていたのは2階建ての、この、2階建ての家で、これは豪邸というほどではありませんが、その奥にはまた別棟がある。これは趣味の郷土人形コレクションを収めたもの。こけしなどがずらーっとガラスケースに収まっている。海外のものもあって、船体はくだらないでしょうか。私も北京に同行した際、不破さんとは別行動で一人で万里の長城まで行き、お面を買ってプレゼントしましたが、果たして飾ってくれたかどうかはわかりません。かっこ笑いということです。いや、微笑ましいですね。自宅の他にコレクションを飾る別邸があると。森永卓郎さんのね、なんか、ネタ美術館じゃないですけど、すごいですね。森永さんこれをね、維持するためにも、必死になって働いたそうですけどね。その顛末はネットなんかに出ててね、いや、森永さん、こうなんか、買わない方が良かったじゃないかとか、まあ、思いましたけど、不破さんはですね、それをね、赤旗を売ったおかげで、維持して、お金で維持しているというね、ほんと涙ぐましい、お話なんですけれどもね。まあ、おそらくこのコレクションのね、この倉庫も、まあ、使用人の方が掃除されてるんでしょうね。ご自身はちょっとほら、読書をしたりとか論文書いたりとか忙しいんですからね。そういうもう下々の仕事は使用人にやらせてると。おかしいな。そういうの打破するために俺革命ってあるような気がしたんですけど、どうなんでしょうね。人間なんでこんな不平等なんでしょうね。人間ってね。まあよくわかんないですけど。でね、さらにね、ここぞ訪れた時、不破さんは生涯党の幹部でいるつもりなのだろうなと思いましたと。なぜならあの山奥では車の送迎がなければ暮らしていくことはできないからです。不破さんは運転免許を持っていなかったはずですと。2003年に衆議院議員を退き、2006年には議長も退任しましたが、今も党の日常的な指導を行う常任幹部会などに留まり続けています。党大会で中央執行委員選出の投票で不信任が多くなっているのも当然です。私は万節を怪我したと思いますと。いうふうに、まあ、筆坂さん、ほんとおっしゃる通りですね。まあ、なんか聞くところによるとですね、このね、不破さんの大豪邸、まあ、近隣の小学校とね、敷地面積同じサイズくらいあるんじゃないかと言われているので、差もありなんということでね。まあ、用の東大財を問わずね、ウクライナ共産党もね、もう、カーサブルータスの表紙みたいにやってましたけれども、まあ、日本のね、この不破さんもね、負けてねえぞということで。すごいですね。なんでこんなに不平等なんでしょうね。なんか共産主義ってさ、ね、平等にするためにやるわけでしょ？だってほら、斉藤光平さんというね、まあ現代のこのね、まあ令和の共産主義者の方がさ、ね、大谷選手ね、
あの、年収は1億円でいいとかなんかね、あの、おっしゃって、まあ、ほざかれ、あ、ごめんなさい、あの、おっしゃって、いらっしゃいましたけれども、そう、あの、平等を実現するためなんですよね。なのになんでこういうことになってしまうのかな、ということで、なんかもう政策とか以前の問題なのかもしれないな、とね、いうふうに思うんですよね。で、まあ、共産主義のね、ね、審判といえばですね、内田、先生ね、内田樹と書いて、内田達先生ですけれども、この間ね、あの、面白いなんかあの、ツイートをされてたんですよ。でね、私ね、思わずこれね、引用してね、ツイートしたんですけれども、なんかあの、共産党のね、政策はね、まあいいんだけれども、それをこう、伝える努力が足らなくてね、で、その、なんかあの、なんだなんかこう、天皇を利用してね、なんかその、普及した方がいいのではないか、みたいなね。まあ、そんなようなことを言ってたんですけど、内田、さんね、こんなこと言ってました。今日平川くんとのおしゃべりの最後の話題は、どうして日本共産党の支持率上がらないのかでした。政策は適切だし、ん?ん?政策は適切だし、議員たちの知性も倫理も他党に比べると卓越しているのに、そうなの?こんな豪邸住んでますけどね、当初はね。どうして人々は感情的な反響に容易に流れるのか。僕の仮説では、ご存知の通り、日本では中間的な権力機構を廃して、天皇が人民と一体化する君民共治というアイデア以外では、政治革命に必要な熱量は得られないということです。天皇制と集合できる、集合っていうのはね、習うに合うですね。集合できる政治理念だけが受肉できる。日本共産党が天皇と立憲デモクラシーとは共生可能であり、これを両立させることが日本共産党の理論的実践的なミッションであると公言すれば、支持率は一気に跳ね上がると思いますとか、何言ってんだこいつはみたいな。何言ってんだと。な、上がんねえよ、そんなの。こんなさ、だって、もうあの、要は共産党なんでダメかというと、政策以前の問題として、言ってることとやってることが全然違うでしょ?うん。あの、平等とか言ってるくせにさ、不破さんなんでこんな大豪邸住んでるの?そんな人形コレクションとかさ、おかしくねえって、これ、そんなね、こんな小難しいこと言う以前の問題としてさ、これおかしいよっていうことで、あの、終わってるわけですよ。まあもちろんね、政策も終わってますけどね。私これに対してですね、まあ政策がクソだからっていう、まあツッコミを入れたんですけれども、まあそれ以前の問題としてさ、その、まあいわゆる世田谷自然左翼的なね、この矛盾に満ちた行動、これ一体どう説明するんですかと。ね。革命結構だけどさ、ね、その不破さんのその今住んでるそのね、このシステム自体がさ、これ革命の対象なんじゃねえのみたいな。まあそういうツッコミを入れたくなるようなね。まあその内田先生上から目線でおっしゃいますけど、違うんじゃねえかみたいなね。まあそんな風に思いました。でね、まああの、誰とは言いませんけどね、あえてね。あえて誰とは言いませんけれども、まあその似たようなことをね、してる人はね、実はその左側にはたくさんいらっしゃるんですよ。はい。例えばですよ。ね。まあ、個人情報なんでね。まあ、詳細は差し控えさせていただきますが、俺は知ってるぞってところで言わせていただくとね。まあ、あの番組とか、この番組とかでね。まあ、その、庶民の気持ちが、とかね。カツカレーは庶民が食えないとかね。天ぷらが、とかね。安倍が、とかね。まあ、声高に叫んでいる、まあ、あの人、まあ、誰とは言いませんけど。まあ、いらっしゃいますけれども。まあね、なんか奥さんの実家がだいぶ太いみたいね、君ね。うん。なんかね、高級会社乗りましてさ、ね、なんか、ね、疲労だか、白金だか、なんか知りませんけども、まあ、どこぞのタワマンに、まあ、なんかお住まいになってるっていうの話もね。まあね、誰とは言いませんよ。誰とは言いませんけど、まあ、いろんなね、番組にね、まあ、出られてる方でね、まあ、そういうのも聞いたりもするので、どうなのかなと。結局なんか、その、左翼のナラティブが生まれてるとか、まあ、それこそ斎藤光栄さんだってさ、東大の先生やってね、もう完全に雇用が安定したところからさ、なんかそういう革命だなんだとか言ってるわけじゃん。私みたいにリスク取ってね、不安定な事業をやったりとかしてないわけですよ。そういう、まあ、内田先生もそうだけどさ、なんかそういう、こう、なんていうの、まあ、公務員もそうだし、共産党もさ、要は赤旗の、その、赤旗の収益でね、まあ、その、ね、人形コレクションがね、維持できるような、そういうまあ、楽勝な、こう、ね、その、高みからさ、ね、人間なんでこんなに不平等なんだろうってことやってもさ、これはやっぱみんなね、納得しないなと思うんですよね。で、さらに言うとね、そのまあ、共産主義思想っていうものそのものがですね、まあ、ドイツですね、まあ、ランドパワーの地政学からね、これ、実は発生しているというね、その恐ろしい話をね、この方に詳しく書いときました。はい。ランドパワーの地政学っていうのは基本的に縄張り主義です。国家は生存権があって、で、その生存権をね、維持するには縄張りが必要だと。なので、縄張りをね、取る俺の行為は正当化されるんだということでね、武力による現状変更なんかもね、肯定してしまうというね、恐ろしいまあ考え方なんですけど、実は共産主義の源流もですね、このランドパワーの地政学、まあ、ドイツ観念論あたりにですね、そのまあ、根っこがあるんですよ。
これとね、東大憲法学、実はめっちゃ結びついてるので、その辺の関係についても、詳しくこの本で書いておきましたんで、ぜひね、皆さんお読みいただけると嬉しいな、というふうに思っております。ということで、今日の内容面白いなと思った人は、ぜひ、高評価のボタンと、チャンネル登録お願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら、Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー!